最終職に向けて就職活動を約2年近く続けていますがなかなかいい職場に巡り合いませんとりあえず A 型に就職しようと思いますが納得できるかなと思っています頑張って一般企業の就職にこだわるかどうかを迷っています納得のいく考え方ってどうすればいいでしょうか就労移行支援の段階ってこの辺りですよね一般就労を目指すっていうことも大事なんですけれどもやっぱりその症状としてきちんとある程度コントロールできるという土台の部分がどうなのか対人関係 的な後から後悔しちゃうっていうようなコミュニケーションが自分自身で多くなってないだろうかとか。 主治医は私が医療者であるからかはっきり薬をなぜ飲まなくてはならないか教えてくれませんでも内容は双極性障害の薬です薬の内容がわかっていると話されないものなのでしょうか理由はいろいろあると思います単純に言わなくてもわかってるって思っちゃってるのかもしれませんしあまり薬についてがっつり説明するというタイプではないのかもしれませんし今感じてらっしちゃることをそのままちゃんと伝えられたらいいと思う 弱さと優しさの違いは何だと思われますか弱い人間への処方箋があればお願いします。弱ささと優しさの違いですか基本的にはそもそも多分違うものですよね。 全く違うものだと思うのでこう違いをそもそも論じるのが難しいかなという気はするんですけれども弱さとというううののはどのよよよな文脈によって使わわれるるかで全然変わると思うんですよね一般的な意味での弱さって言われたらどうなんだろうちょっと喋りながら考えますわ。一般的な意味での弱さというふうに言われたらもちろんそれは自分自身の能力を超えていたりとかしんどいことに向き合うということができなくなっちゃったりとか。 そういったことができないと弱いっていう風に解釈することが多かったりもするけれど別の見方をすると自分にできることとできないことにしっかり線を引くことができてできないことはできないという風に認めた上でできることを考えることができるというのを 強さという,ふうに言ったりもしますよね強いとか弱いとかっていうのは多分これ一面的なものではないと思うので単純に弱さって何かと言われるとなかなか難しいのかなという気はします。 どうううなななんでしょう弱さといののは何なのかな僕の考えということで言えば弱さっていうのは柔軟さがないと強いように見えて弱くなっちゃうというのがあるのでおそらく弱さというのは柔軟さに乏しいことを僕は言うのではないだろうかという気がしてますね。脆さというふうに言ってもいいかもしれませんね。優優ししささって何何かかといううのは何だろうか 優しさもこれ定義難ししいよね優しさはぶっちゃけ言っちゃうと優優ししく見えることを優しさととをさ僕は言うと思いますね人によって違うじゃないですか優しいって感じるのって。ぶっきらぼうな中にでも自分のために思ってくれてるんだなっていうふうに感じることができれば優しい人って思うし表面的な部分だけを見てるとそれを優しさと思えないこともあるじゃないですか。優しさって多分 何というのか受け取る側にしか答えがないのではないだろうかと僕自身は結構思っていて優しさは多分優しく見えることではないだろうかと。 いう気がしますよねなぜこういうことを言うかというとですね優しいって結構その実を言うと笑顔と柔らかい言葉を使うだけででも優しく見えちゃったりすするんですよねそれが実はうまいのがうちの,その奥様の女神様だったりするんですけど結構ねよく聞いたら辛辣なこと言ってるんですけど優しそうな顔で優しそうに言うのであんまりこう厳しく聞こえないんですよ中身結構厳しいんですよ割とこう見かけとかに結構こう左右されるところがあるんじゃないかなと正直僕は思ったり。 すするんですよねスパッとした答えにならなくて申し訳ないんですけど僕はそういうふうに感じてます正直に言うとねで多分多分なんですけどタリール・パルカさんが聞きたいいのってこういうこううとかなポルカさんが聞きたいのっっててここうういいととかなと思ってるんんですタリル,ポルカさんが聞きたいのは優柔不断なのと優しさなのはどう優しいのはどう違うんですかみたいなね流されちゃって自分の主張できなくてホイホイと人に優しくしてるように見えるというのと本当に優しいのはどう違うんですかっていう風なことを聞きたいのではないだろうかと正直思うんですけど僕にとってはあまり違いはないかなと思ってますどこに 違いいがあるるのかかかといえば満足してるかどうかですこれ多分ぶっちゃけ言えば、その方自身がね、後悔してるかどうかと言ってもいいと思いますね。優しくしてあげたんだと思えば、それは優しさなんですよ。これは自分が優柔不断で、弱い、こと悪い、強さを持ってない弱いやつだと自分で思えば、それは弱いと自分を評価するので、結局これ、自己評価の問題なんだと思います。要は、自分自身で納得をしているのか。 あるいは自分自身で後悔をしているのか、それだけの違いなんじゃないかなと思うんですよね。弱い人間への対処法があるんだとすれば、弱い人間って僕はないと思うんですけど、せっかく人に優しくしたような感じがあるんだったら、優しくしたんだよねっていうふうに思っちゃえばそれで僕はいいと思ってしまいますけどね。はい、ありがとうございます。厚さひこの動画。 薬は今は状態悪いから今のままでいいのですが以前にベンゾージアズピンで質問したのですとセロトニン症候群になってしまいましたワントラムとトラムセットみたいなやつですね抗うつ薬は注意らしく1ヶ月は服用していたのですが突然全身の発汗や不整脈めまい下痢先生の知っている病院に入院しましたともうセロトニン症候群の説明をよろしくお願いいたしますっていうのが辛くなりましたプレートンゾロンは大丈夫でしょう セロトニンというのが、まあ、体の中で過剰に働いてしまったときに起こるような症候群の一種ですよね。悪性症候群によく似ているのですけれども、悪性症候群とかに比べて、まあ、出るようなあの症状とか運動症候とかちょっと違うというところがありますかね。発熱があったりとか体が硬くなったりとか、場合によっては筋肉は壊れたりとか、 とかするっていう風なことが起こるという点ではある程度共通はしているんですけど、まあセラトニン症候群の場合割とあるのはまこういう,こう消化器系の症状が出たりとか、あるいはそのピク付きミオクローヌスみたいなものが出たりとかそういう差があるというのが大まかな差かなという風な気がしますね。まあ基本的な対処法っていうのは原因になっている薬剤を一旦中止して脱水になっちゃって腎機能が悪くなるということがちょこちょこあったりとかするので、しっかりとこう水分を補ってあげて塩分バランスが崩れないように塩分 のバランスをきちんと取っていくっていう風な治療をしてあげて最終的には全身のね管理をしていくというのがまあ基本的な考え方ではないかなという気がしますよね全ての薬で起こるというわけではないとは思うんですけどまあ、起こりやすい薬というのがまあいくつかはあるのはあると思うのでこのあたりのことちょっとね一度起こした薬に関してはまあなるべく避けておかれた方が良いかなという気がします 抗うつ薬はセロトニンをいじる薬が多いので、ちょっとそのあたりは要注意というところはありますね。プレドニーゾロンですかね。基本的にはそんなに悪さはしないことが多いかなという気がしますね。はい、ありがとうございます。本当にお大事になさってくださいね。再就職に向けて、就職活動を約2年近く続けていますが、なかなかいい職場に巡り合いません。就労移行支援の利用が2年間なので、あともう少しで期限が切れてしまいます。一般企業に就職したいのですが、経済的にもしんどいので、 とりあえず A 型に就職しようと思いますが納得できるかなと思っています頑張って一般企業の就職にこだわるかどうかを迷っています納得のいく考え方ってどうすればいいでしょうか階階段です、ね、階段でですすねねこれかなこれですね要はいきなり最終目標に飛び乗っていこうとしないっていうところですね就労移行支援の段階ってこの辺りですよねこの辺りですよね三別沈さんはすごくやっぱり大事なことがあるかなと思っているのはやっぱりここなんですよね一般就労を目指す っていうこともも大事なんですけれどもやっぱりその症状としてきちんとある程度コントロールできるという土台の部分がどうなのかそして日常生活耳が痛かったらごめんね変な時間に寝ちゃうとかさそういったことがないかどうかっていうことも含めてねその辺りのことができているのかとかね対人関係的な後から後悔しちゃうっていう っていうようなコミュニケーションが自分自身で多くなってないだろうかとか、それのフォローの仕方っていうのを十分に解読できてるだろうかっていうのっていうのが、結局、A 型にせよ、一般就労にせよ、それを長続きさせていくためには重要なところなんですよ。だいたいこういうお話ができてきた時は皆さんが見てるのはこのあたりなんですよね。このあたりなんですよ。正直言えば、どちらでも、どちらでも、実を言うと、 大大丈夫と言えば大丈夫夫ととええばばででですすししどちらももかれないんですそれは何かというと、それは就労継続支援 A 型にせよ、一般就労にせよ、そこには、一応就労 A 型っていうのは、まあ、就労じゃないですか。なので、職場に行かれた時には、どういう職場にもしんどいところもあれば、楽なところもありますし、配慮してもらえるところもあれば、心ない部分もあるかもしれませんよね。仕事自体はしんどくもあれば、しんどくもないところもあると思うんです。それはもう職場によっていろいろなんですよ。A 型だから 一般就労だからっていうところでどうこうっていうふうになるよりは実を言うとこの辺りがしっかりできてるかどうかの方がこれが続くかどうかっていうふうなことには直接的に影響を与えるという発想は持っておかれた方が良いかなという気がします。自信 なないいととうことなのであればもちろんハードルの低い A 型でやられた方が良いと思うんですが手前のですねご自身の状態というのが今どんな状態なんだろうかそこの部分をもうちょっとしっかりと地固めした方がいいんじゃないだろうかっていう発想はまあ割と大事かなという気はしますね三別珍さんほどのよく分かってらっしゃるように思える方でもやっぱりその部分っていうのはなかなか自分のことになると難しいんですよね A 型かどうかで勤まるかどうかが決まるわけではないというですね実はそこですね今の 状態の方が大事かもしれません厚岩佐彦の動画 主治医は私が医療者であるからか、はっきり薬をなぜ飲まなくてはならないか教えてくれません。でも、内容は双極性障害の薬です。薬の内容が分かっていると話されないものなのでしょうかどうなんでしょうかちゃんと言葉にして聞いてみられた方がいいと思いますよ。理由はいろいろあると思います。単純に言わなくても分かってるって思っちゃってるのかもしれませんし、そもそもーさん以外の方にもね、あまり薬についてがっつり説明するというタイプではないのかも してませんし今感じてらっしゃることをそのままちゃんと伝えられたらいいと思うんですけどねこういう感じですね先生先生今日ちょっと一つ聞きたいことがあるんですけど怒らずに聞いてもらっていいですか今出してもらってる薬って内容的には送局性障害用の薬かなって私思ってるんですけど私多分診断が送局性障害って聞いた記憶がないんですけどこの薬を出してらっしゃるということは私って送局性障害なんでしょうかあるいは違う目的があったりするんでしょうか私ちょっと変に被害妄想的になっちゃってて私が医療関係だからあの先生って気使って教えない のかなみたいなことを思っちゃったりとかするんですけどその辺のことも教えていただけるとありがたいですついでに言うとこれをスクショしてこれ私ですってはい見せながらお話ししてみるっていうのもありかもしれませんね率直に聞けば率直に返ってくると思いますよ答えがねはいありがとうございます。